イズラエル・モイセエビチ・ゲルファントは、ウクライナ出身のロシアの数学者。最高峰の業績を誇る20世紀最大の数学者の一人。1913年9月2日、ロシア帝国のヘルソン県に生まれる。高校で奉公処分を受けたが、その理由は当人によると、父親が工場の所有者だったためだという。その後、高校と大学を飛び越して19歳で、 モスクワ大学大学院に入り、アンドレイ・コルモゴロフに指示。ゲリハントセミナーという独特の形式のセミナーを長年行いそこから多くの優秀な弟子を輩出し、教育者としても優れ、コルモゴロフによって築かれたロシア学派を発展させた。専門は関数解析学と表現論だが、そのような分野をはるかに超えて強力な影響力を持つ業績を多々挙げているばかりか、 物理学にも影響を与えている。作用素関論における C 管を発見したのもゲルファントである。2009年10月5日、生涯を閉じた96歳を打つ。ありがとうございます。